お客様のために進化するアスクルと、それはお客様に教えていただいたことをベースにこれからもやっていこうということで、それを我々の原点にいたしました。オフィスで必要なものが確実に欲しいと、カタログにある商品は全て今日届けます、明日届けますと。今日本の全ての企業30名以上の事業所になると 60% 以上が私たちを使っていただいていると。今ソーシャル革命っていうふうに言われていますけども、企業が生き残っていくためにはやはり些細なお客さんの声も聞き逃さない、きちっと掴んでそれを先取りして対応していく、それを実現してくれるのが Salesforce.com だと思っています。で、今回新しい消費者の方向けのサービスを開始しました。ロハコっていうのは暮らしを軽くする、働くお母さんたち、買い物が不便だと感じる方々に使っていただくサービスとして考えてまいりました。個人のお客様って非常にこう反応が敏感でいらっしゃる。我々のカスタマーセンター、お客様がよく使われているソーシャルメディアの中からお客様とより深いコンタクトをしていくっていうのが非常に重要なことだと思ってます。今までは実はチャネルによってシステムがバラバラだったんですね。セールスフォースも導入しまして、お客様の声っていうのは一つの大きなデータベースにこうちゃんと格納して、でそれに対してどういう回答、どういうアクションをしたかっていうのを全社一元管理する。私たちのビジネスっていうのは、アスクルとお客様だけじゃなくて、ドライバーさんとかエージェントさん、そしてメーカーさん、こういうみんながお客様の声をもとに進化できる、それが我々理想としているところなんですね。思いはあったんですけど、なかなかそれは実現できなかった。実現してくれたのがセールスフォースの、新しいコミュニケーションだと思っています。アスクルではですね、壁は全くありません。それは一つの大部屋でみんながコミュニケーションできるっていうのは思いで作ってきました。でそこで一番力を発揮しているのが今のチャターですね。常に敏感にお客様の声に反応するような、すごくスピード感を持ってお客様に応えている。私たちはお客様の声をベースにどんどん進化をしてきました。こういう、たくさんの方々を巻き込んだコミュニティを作るっていうのがまさにソーシャルの役割で、これが企業の競争力そのものだというふうに思っています。